はい、J チャンネル J です、初心者ギター教室をやってみたいと思いますね、教室ということでやってみたいと思いますが、初心者の頃にですね、僕が苦手だったことを思い出したんですよ。それはですね、まあ例えば C とか D とかね、E マイナーとか、だいたい E マイナーとか覚えるでしょ。覚えて曲をやるようになった時に、例えば D フラットとかね、E フラットとか出てくるわけですよ。そうすると D はできるんだけど、カポをして D シャープ上げるんだったらできるんだけど、 D の下げるって難しいわけですよね。半音下げチューニングしかできないとなると、なかなか難しい、フラットがついたら苦手だなと思っていたんですね。それをね、簡単に変換をしてね、やる方法を今から説明してみたいと思います。まずですね、 E のフラットと、E のフラットと D のフラットから説明してみたいと思いますが、それを説明する前にね、まず C をまずちょっとね思い出してください。 C ローコードですね。 C で、これをハイコードをちょっとやってみるんですよ。ハイコードを勉強するとですね、変換がもう簡単になってくるんですね。 C のハイコードはこうなんですよ。で、ここは3つ押して、今コードが出てると思いますけどね、こんな感じです、5弦から押さえます。C が覚えておいてくださいね。この3つ、制覇をしてこの3つを押さえるというところを覚えておいてください。そうしますと、今度は D ですね。 D になると、今度はさっきの C を思うんです。ハイコード、 C をハイコードしたら、D だから、 C の上だから D ですね。5フレットを制覇して、これが D なんですね。 D のハイコードなんですね。これを覚えておいてくださいね。5フレットのこれが制覇で、これが D のハイコードということですね。で、これが C のハイコードという感じで覚えてくれるんですね。そしたら3フレットで制覇して、これ3つ押さえたら C で、これが C なんですよ。 C ということは、今度は D になった時に、こうなった時にカポをですね、例えば2カポでこういう感じでしますよね。そうするとカポから数えて 1,2,3 フレットの制覇で C になった場合ですね。でもカポしてるんだから、じゃあこれでさっきの思い出したら、3フレットの C だったらこれが C になるということです。ということはですね、 D を2カポにしたら C になるということですね。意味わかりますか？ D を2カポで C で弾けるということは、フラットだから、じゃあどういうことになるかというと、1つ下げて1カポにして C を弾けば、D フラットが弾けるということでしょ。 D フラットはこうですよね。 D の半音下がってるからこれです。こうした時に 1,2,3 フレットでこれを押さえた時に1カポにしたら C になる。これちょっとね、理解するのは難しいとは思うんですけど、分からなかったら何回も見てくださいね。はい、次は D の後は E ですね。 E じゃーん、 E のフラットなると、今度はさっきの ABC でしょ。ハイコード CDE になる。 E で、E からフラットだから、一つ下げたらこれが E のフラットなんですよ。 E のフラットから 1,2,3 個下がったところがカポをしたら OK なんですよ。これで3個下がったとこでカップをしますよね。そしたらさっきの、ここから 1,2,3 個目にカップをしたら、さっきの同じでカップから数えて 1,2,3 個目が制覇してるから、これでやったら C で OK だ。ということはどういうことかわかりますかね。 E フラットは3カップで C で OK なんですよ。 OK でしょうか。じゃあE は E になったら、今度は4カポで C ということなんですよ。なので、例えば E フラットが出ても3カポで C でやればもう全然問題ないわけです。全部その3つ下げてればね、こんな感じでいきます。そうすれば簡単にできるということなんですね。ちょっと難しかったかと思うんですけど、まあよく考えてみたら分かると思います。ハイコードにしてみて、3つ目にカポをして、そこから C になる。わかるかな。E にしますよ。例えばこれをこうして E にしましょう。 E
E から1、2、3個目にここにカポをして C で弾けば OK です。ここで C だったら4カポで C でやれば E と同じコードが弾けるということなんですね。分かったかな。どうでしょうか。もう一回やりますよ。 D だったら D、 D だったらこう 1、2、3個目にカポをして、3個目にカポをして C で、 D フラットだったら3個目にカップをして、1,2,3 個目にカップをして C です。こういう考え方をすれば簡単にできます。分かってもらいましたでしょうかね。その C のねハイコードでやるというパターンと、もう一つあります。B フラットの場合ですね。 B フラットの場合はちょっと変わってくるんですよね。今度は G を基本にします。 G のハイコードは3フレットの制覇ね。これが G ですね。 G です。覚えておいてくださいね。 G、 これが G 同じでしょ。 G これを覚えておいてくださいね。 B フラットですね。 B フラットはこう弾けば難しいんですね。これをハイコードに直してみます。さっきの G でしょ。 G がハイコード、これが G ですね。 G がハイコードになってきた。そしたら G から2つ上げたら ABCDFG から A です。A。もう1つ上げたら B です。で、B のフラットだから1つ下げて1,2,3,4,5,6。またこれも同じ要領で、こっから 1,2,3 個下げてカップをするんですね。こっからカップを下げて、3個下げて、こっから3個下げてカップをしたら、今はG のハイコードになってるんです。だからこれは3個つけて B フラットの場合は、3カポにして G で吹けば D、B フラットと同じになっちゃう。B はどうかというと、じゃあ B は1つ今下がってるんだから1個上げれば、これで B だったらこれ4カポで G でやれば OK ですね。B フラットも覚えておくわけです。B フラットは G、 3カポで G と。どうでしょう。これで考えれば、あとは E とか D はね、今度は C で覚えておくわけです。 C に変換する。わかりますかね。こういう感じの変換の仕方を覚えておけば簡単に変換できるということですね。じゃあ問題いきましょうか。 E の変換はどうでしょう。 E さあ考えてくださいね。 E、ABCDE でしょ。 E の 1,2,3 個目だから4個、4カポにして C ですね。 E フラットは1個下げればいいから3カポの C。 OK ですか。ついてきてるかな。 D ですね。 D フラット、 D を作っておいて1個下げれば D フラット、それから 1,2,3 個下げてカポをして、これで C で変換できます。そう考えると簡単にできると思うんですが、いかがでしょうかね。もし1回で分からなかったら2回も3回もね、繰り返してみてもらったら分かると思うんです。カポをつけて変換すれば簡単に変換できますので、例えば E フラットとか D フラットとかね、フラットがついても怖くないという感じのことをやりましたね。どうでしょうかね。分かりましたかね。はい、理解してもらったら、ぜひね役立てていただきたいと思います。 J チャンネルでした。よかったらまたね、いいねとかね、チャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。ではまた。 J チャンネルでした。